はい、皆さんこんばんは、おしょうでございます。ダークソウルズやっていきましょう。さて、前回はイテツイタイスロイエスを攻略して DLC がまあ2つこれでかいあれ終わったと。で、今回最後の、DLC ということで、黒霧の塔、何だったかな、何の冠だったかな、忘れちゃったんだけど、まあ、とりあえず黒霧の塔って言われる DLC エリアに行ってそれを攻略しようという話です。で、黒霧の塔に行くためにはですね、まあ毎度のことながら鍵が必要なんですよ。鍵っていうか、まああれだね、 DLC エリアに行くための必須になるアイテム、キーアイテムが必要なんですよ。で、それが落ちてるのが朽ちた巨人の森なんですね。なんでまずそこにちょっと行きます。で、そのキーアイテムがある場所がですね、この下なんですよ。はい、あの下にね、炎トカゲがいますけれども、この下を行って、で、向こう側見えるかな、向こう側に行った先にキーアイテムがあります。で、本来だったらまあ下からですね、別の鍵、また別の鍵を使って下から扉を開けてこうやってぐるって回ってこなきゃいけないんですけど、ここはちょっとした裏技があってですね、ちょっと一回装備整えますね。銀猫くっつけてある程度装備も軽くして、まあここ体力が多かったりすると普通 に落ちれるんですけど、多分体力足りないんで、まずあのトカゲをロックオンします。トカゲをロックオンして、あ、ちょっと行き過ぎか。あー、失敗した。あ、でも行ったわ。違う、あの違う、それそうじゃない、思い描いた未来と違う、思い描いた未来と違う、ちょっと待って。で、こいつめっちゃ強いんですよ、これ、ほら。こう、超鬼誘導で溶岩液を吐いてくるんで、さっさと倒さないと危険です。はい。で、あの、俺が思い描いた未来と違う。いや、まあ、あの、確かに、あの、ある程度体力を振って、で、こういう風に落下ダメージを抑えれば、確かにこう落下することによって、近道できるっていう話はあるんですけど、違う、そうじゃない。あの、俺がやりたかったのは、あの、この落下攻撃、これ、さっきの炎トカゲにロックオンして、落下攻撃をこうやってかますことによって、まあ、要するに落下地名を、入れられるんですよ、さっきの今倒したトカゲに。で、その落下地名を入れて、そのひょいって降りるじゃないですか。そうすると落下ダメージを無効化できるんですよ。はい。で、あとは落下地名を決めた後倒しきれなかったら、そのトカゲ倒して、まあ普通にもうひょいって降りちゃうっていう、そういう技があったんですけど、それを見せられなかったのがまあ俺の敗因という。まあいずれにしても、いけたんでいいでしょう。これね、はめられてる。あー、はめられてる。そう、こういうことになるんで、まあいいや、これだったら、これで落下地面見せられるかな。あ、ちょっともう一回やり直すわ。もう一回。ああ、決まった。そうそう、これ。そう。これをやると、ほれ、落下ダメージなしで降りられるよっていう、そういう話です。やっとできたわ。で、まあ、あそこら辺とかに起こってるアイテムには特に興味はないので、ここ。これ。これ、重い鉄の鍵。いって。どけ。で、あとは、ここから帰るだけ。ふう、突破できた。ここジャンプで。いけない。で、さっき拾った、これ、重い鉄の鍵、見知らぬ土地への道しるべとなる。この鍵を持った状態で、鉄の鉱王のボスエリアを抜けて、先に進むと DLC エリア2、黒霧の塔への道が開かれると。これがあれだね。なんだっけ、果てのかがり火だっけ、だから、ね、果てのかがり火を抜けた先にある、この変な噴水みたいなところ。ここが、黒霧の塔。DLC エリア第2弾だね。第2弾だよね。ほい。で、重い鉄の鍵を持ってると、ここが開きますという。開きますっていうか、まあ、開ける感じだね。鍵開けて開けるという。まあなんか、一番なんか鍵を使ってなんかエリア来ました感があるよね。はい。で、エレベーターを
上がって抜けた先が DLC エリア第2弾黒霧の塔ですね。俺が一番好きな、DLC エリアだね。ああ、溶鉄のくさび、これが、このエリアの、まあ、鍵となるって言ったらちょっとおかしいけど、 あったこれだ、これで、ここ先進むとですね、出るぞ、ほら来た。はい、すすのナドラでいいんだよね。いてれれれれれ、はいはい、まあ、こいつがね、出てきてここにあのなんか炎の嵐が舞い起こるんで、こいつに対してさっき拾った溶鉄のくさびを打ち込む。そうするとこの、まあ、どうぞこいつ、まあ、こいつが消滅してすすのナドラのソウルがゲットできると。このすすのナドラのソウルを、確かこれね、架空言語とかじゃなくてちゃんと何か英語で言ってるんだよね。なんて言ってたか覚えてないけど、確かどっかにねセリフが書いてあった気がする、なんかどっかのウィキかなんかに。まあいいや。で、今手に入ったこのすすのナドラのソウル、これをまあ集めながらかな、集めながら、まあ、進んでいくっていうのがこの黒霧の塔だね。うん、どれだっけ、あ、これね、体を捨て黒霧の塔をさまようすすのナドラのソウル、闇の子ナドラがこの地に来た時身を寄せるべき王はすでにいなかった。失望しソウルを捨てたナドラは皇王の遺物を寄るべとしている。これはまた不完全なソウルの欠片であり、このままでは使うことができない。そう、こんな感じで、このナドラのソウルを集めていって、まあ、最終的には完全なソウルにするみたいな、そんな感じかな。まあぶっちゃけしなくてもいいんだけどね、うん、でこの黒霧の塔は実は言うとまだ、動いてない状態で、まあ、後々ね、リフトをちょっと動かせるようになるんだけど、今はね、こういう風になんとか足場たどって下に降りていくしかできないという、そういう話ですね。ちなみにね、ジャンプ弓で照準を、足場に照準くっつけて、でジャンプでどん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 降りていってショートカットするっていう、そういう方法もあったりします。一応俺ちょっとできないけど、それちょっとできないし、攻略のほとんどをなくすことになっちゃうので、まあ今回やんないけど。でこいつらがまあ黒霧の塔のまあベーシックな敵だね。サイズプラだな。さてと、これでどっち行くかな。まあ一応ね、今のとこ降りてもいいんだけれども、まあ一応こっち側から行くか。これなんかあったっけ、ないか。あ、原盤、そう、ここで原盤取れるんだよね、地味に。あー、ちょっと待って。しまった、そっか、ここか。オッケーオッケー。まず、あー、くそ、やべ。待って、一回帰ります。帰れるんだったら一回帰ります。よかった、帰れたわ。こっちだな。降りていこう。出たな、なんかよくわかんないやつ。よくわかんないやつ。こんなかなかったっけ、お前。あ、そっか、ここで探求者と人の像拾えるのか。ちょっと美味しかったわ。ここなんすけど、持ってたかな俺。あったあった、よかった。このね、誘い頭蓋使っとちょっと安定するんですよね。今さ、分かったかな、すすのナドラがブワッと光った瞬間に、周りの敵が、なんか、白くなったでしょ。あれが、まあ、なんつんだ、すすデバフとでも、すすバフ、すすのバフとでも言うのかな、これ、ちょっと白くなってるでしょ。あれ、なんか、すすだかハイだかをまとって、硬くなってるんですよ。で、下にあるこのすすのナドラを倒すことによって、まあ、さっきのね、さっきの溶鉄のくさびで、刺し殺すことによって、こいつらの、まあ、バフを解除することができるんですよ。ただ、めちゃめちゃ硬くて、このまま相手するとやばいんですよ。だから、こういう感じで、誘い頭蓋を投げてしまって、この隙に刺すという。はい。で誘い頭蓋自体は、そんなに長く持たないので、場所を置いてもう一回、はい、これで解除されましたね。なので、あとはゆっくり料理する。あ、やっぱり、呪術だね。で、ここのレバーを下げて おいて、これが開くという。まあ、だから、まあ、なんだろうな、本当に効率的に攻略するんだったら、すすのナドラも何もかも無視して、誘い頭蓋ぶん投げまくって、誘導して、ここのレバーとっとと下げちゃうっていう、そういう手もあり。どっちが正規ルートだったかな。こっちじゃない気がするな。下だっけか。
あ、違う、そうだ、下は寄り道だ。ちょっとなんか確かいいアイテムがあった気がする。まあ、ここの待ち伏せはし覚えてますので。で、ここだね。もう不自然ね、不自然にあるこの隠し扉、この隠し扉の先に美味しいものがいっぱいあったはず。なんだっけな、かがり火の探求者とソウルの器とかだか、そんな結構いいものがあった気がする。古びた綺麗しか、あ、まあ、いや、これはありがたいので後々多分使う。で、こっちがソウルの器かだね。2個、うまで、まあ、得るものは得たので、これで晴れて正規ルートの方ですね。で、この樽を持ったやつを火に炙ると大爆発を起こすんで、まあ炙られるのを待つ。はい、オッケー。なぜか勝手に炙られていってくる。はい、オッケー。ま、俺は炙られたくないのでとっとと下降りちゃってと。で、こいつがね、向こう側から弓撃ってくるんですよ。ちょっと待って、撃ってこいよ。ほらああいう危ない感じで弓撃ってくるんですよ。これ、炙られる、ほら。はい、よせ。はい、炙られる、ほら。お前ら、ちょっと早く炙られて、役目でしょ。はい、来ました。はい、オッケー。まあ、この手に限るな、ここは。降りて大丈夫だっけ？なんかいた気がすけど。はい、やっぱりね。で、ここはこいつをとっとと倒したね、オッケー。倒してこいつを倒すんですが、よかった、宝箱に傷はつかなかったね。ただこれは確かセスタスプラス7じゃなかったっけ、プラス8だったわ。で、ここにかがり火があるのでこれを灯してと。オッケー、とりあえず中間地点だね。まあ、ここまではサクサクですよ。こっからがきついんだけどね。ここに来るとなんとなくわかるね、こういうエレベーターとかが全部止まってると。で、当然ね、一応上に戻るなんかこういうのもあったりするんだけれども、ここら辺も全部動いてないので、あとは下に下っていくだけっていうね。で、ここも確か野望図に下下ったりすると危ねえんだよな。一回ここでちょっと小休止を挟むんだけれども、あ、いた、そう、行けお前、そう、はい、いってらっしゃい。こうすることによってさっきの爆弾野郎を下に落とすことができて、はい、できました。あいつね、黒霧の塔の最強クラスのモブ、あれ、なんだっけ、よくわかんないけど。あのね、わかる？あそこにある。チキンナゲット。あのチキンナゲットがね、めっちゃ痛いんすよ、あれ。で、このままさっきあいつが落ちた落とし穴から落っこってっちゃうと、袋叩きにあってしまうので、こっち側からだね。こいつは復活したかな？しないか。いや、したかな？ここを開けたらなんか復活したような気が。しないか。で、ここにも一応大量にいるんだけども、はい、行け、お前、できる限り行け、よし、できる限り行け、行け、早よ、ほら、あら、早よ、ほら、仕事しろ、お前ら、ほら、お前はいいかな、めんどくせえから。ここもね、一応ちょっと手はあるわけなんですが、誘い使いって上、行ったっけ、これ、よいしょ、あ、ダメか。誘い使いをこの辺りにぶん投げて、あ、オッケー、よいしょ。こうすることでとりあえずちょっと対応できるんだけど、あ、巻き込めなかったな、うまいこと。いや、ダメだな、しょうがない、よいしょ。で、進むモードになるので、さっさと溶鉄のくさび刺しちゃって、確かあのデカブツは、まあ、そう、効かない、溶鉄効かなかったはず。待って、お前ちょうどいいところに、おっしゃー、よくねー、あ、よかった、当たった、フライドチキン、よし、あと、いや、フライドチキンあと一発、オッケー、こいつが処理できるや、いや、なんでもいいわ。うまいことあいつ嫌がったな、いい場所に。で、炎症石の指輪プラス3というちょっと美味しいものがあって、あのバカが壺すげえうまいから、え、あ、ちょっと、お前の存在を忘れてたよ。ま、あの壺投げ野郎はいいや、無視で。で、ここを下げちゃってと。
ここも一応さっきみたいにスルーはできるんだけれども、確か結構難しかった気がする。で、ここのやつ確か復活。復活っていうか現れるだけか。よし、OK。台掛け5個は光るくさび石が落ちてて、人の像が落ちてると。美味しい。で、ここからなんか忍者みたいなやつが出てくるんだよね。あ、いた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 、あいつ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 。こいつも復活するよね、確か。しないか。あ、お前が出てくるのか。なんで当たるんだよ。なんで当たんだって。いて、やべ。そう、これが怖い。今の何、今の神回避。あ、あ、すいません、狙いました。あ、すいません、狙いました。あれ分かってたんですよ。あれ分かってて、分かってて狙ったんですよ。だからこいつ爆発するんだよね、ちょっと。で、あとはちょっとめんどくさいんで、あ、もう、あ、オッケーオッケーオッケー、落下したよね、オッケーオッケー。こいつがね、確かワープして後ろから来たりとかしたはずなんだけども。で、ここも確か降りた瞬間ちょっと袋叩きみたいなポジションだった気がするから、さっさとこいつを倒してしまって、何やってんだ俺は。やっぱりな、何してんだか本当。今のミスはないわ。なんだこの R1 カチカチ連打。なんかちょっと今音バグった。あー、ダメだ、間に合わなかった。あー、大丈夫、間に合った。ここはね、かがり火なんすよ、ここが。くそ、あとちょっとだったのにな。ちょっと誘い使い買い足すか。やっぱりね、ここは誘い使いが本当に有効。なんか美味しいものがあった気がしたんだけども、なかったかな。あ、ちなみに今、ここ出てきます。はい。めんどくさかったんで避けなかったですけど、はい。英雄ソウル、なんか美味しいものがあった気がしたんだけどな。こう来ますよ。あれ、あ、偉大な英雄か。これはいらなかったかな別に。あー、そっか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 。いいや、ついでにちょっとこっち先に行っちゃおう。あ、ちょっと待ってよ。あ、ねえな。 OK、 ちょっと待って、ごめんなさい。先進む前に一回ちょっとさっきの巨人の森に帰ります。一回ちょっと忘れ物、お、面白い、おいしいものを忘れてきたので、ちょっとそれを取りに帰ります。え、いやいや、何言ってんの。まだ別れないよ。まだ死んだって離れないからね。いや、90個もいらねえな。さすがに90個もいらねえな。まあ50個ぐらい買っといて、あとはまあコッペン10個ぐらい。いや、コッペン買わなくていいじゃん。何言ってんの。羽持ってんだからコッペン買わなくてよかったわ。まあいいや、おい、ギリガン、お、あれよこせ、あれ。そう、これよこせ。カンバシックからねえよ、よこせ、お前。と、確か俺まだそうだよね。解放してないよね。じゃあ、正規ルートで行かなきゃいけないのか。そう、ここに強者の鍵を使って、で、暗闇で骸骨に袋叩きにされるんで、あ、まあいいや、ちょっとこいつでも呼んでみるか。ちょっと。まあ、この暗闇でね、ちょっと幽霊を味方につけて、はいはいはい、ちょっと幽霊味方にちょっとつけて行きましょう。ああ、そう、こいつ光ってそう照らしてくれるんだよね、この暗いところを。そうそうそう、本当だったらここで松明とかでね、明かりを灯さなきゃいけないんだけど、はいね、噂をすれば松明が。まあここは暗いからね、松明でちょっと明るくしながら進むっていうのがまあベストなんですが、まあこいつがいると光を出してくれるんで楽っていう。あ、てかここ闇霊が確か一人来たはず。あ、やっぱり武器屋デニス。どこに出てくっけ。まあお前がいるし大丈夫だろう。なんかね、微妙にね、変なとこで会ったりすると結構厄介なやつなんだけど。あれも来てる。あ、来てるわ。来
てるけどお前問題ないだろやっぱり。あ、いいよいいよ、おいおい、とどめさせな、とどめ。いやいや、あ、アブリス。もういいや、お前。急に何もかもがめんどくさくなった。おお、ナイスナイスナイス。ここに確かなんか、レザーシリーズだっけ？あ、やっぱり。個人的に必要なのがここっすね。あ、なってるね。はい、これ。ダクソ3なんかでもおなじみだった。これ。巨人の木の実の種。これが欲しかった。これがね、ちょっと、あ、オッケーオッケーオッケー。ありがとうな。ありがとうな。お前、落ちぶれた、お前は落ちぶれてねえよ。うん。お前は落ちぶれてなかった。ここの、まあ、橋というか鎖を渡っていくと、はい、出ました。暗殺者丸泥。はい。ダクソ2の中でも、最強クラスって言っていいのかな？いや、最強というか、まあ、最悪の、と名高い闇霊だね。うん。見た目なんか見覚えあるでしょ。これが、前回のエスロイエスにいた謎の白霊。あいつなんですよ。はい。実はあいつ暗殺者だったんですね。あの、白霊に紛れ込んで俺のことをね、後ろから撃ち取ろうという、そういう風なね、ことを考えていてわけなんですよ。で、ただ、これ、黒霧の塔では単純に闇霊として出てくるという。で、こいつがですね、まあまあまあ、まあ、なかなかにですね、強いんですよ。はい。なんか、そうそうそう。なかなかに強いんですよ、こいつ。え？あれ？どこ行った？回復して戻ってきたの？あれ？ちょっと待って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 。まだお前、終わってねえぞ。あー、呪われちゃうかな。あ、呪われちゃった。いやいや、ちょっと丸泥探しに行くか、このまんま。あ、いたわ、もう降りてたのか、あいつ。あの、ちなみに、あの、丸泥って、あの、ある程度ダメージを与えて、不利になると、こう、あいつ下にずーっとあんな感じで降りていくんですよ。で、降りていって、ここにいる奴らと一緒に、袋叩きにするっていう、そういう戦法を取るんですね。で、しかも、ほれ、呪いでね、どんどん、ほれ、亡者化が進んでいって、体力がどんどん減らされてしまうっていう、そういう風になっちゃうわけですよ。なので、この巨人の木の実の種、これがですね、闇霊が、を、他の敵対モブが攻撃するようになるっていう木の実なんですよ。だからこれを使うことによって、はい。これを使うことによって何が起きるかっていうと、今下に逃げていった丸泥が、下でね、あの、ボコボコにされるっていう。逆に、俺のことをボコボコにしようとしたあいつが逆にボコボコにされるっていう。そういう構図が起きるんですよ。見えねえかな、くそ。見に行きてえな。あー、来ちゃった。あ、じゃあちょうどいいや。あの、もう降りて高みの見物決めに行きましょうか。あー、ボコボコにされてますね。はいはい、ほら。ボコボコにされてるでしょ。どう。あー、はい、死にましたね。はいはいはい、ざま、はい、ざま、はい。これですよ。これがやりたくて、いや、わざわざ取りに行ったっていう、そういう話ですね。で、痛いんで、とっとと進まないので、刺して、ここの呪いは解除しちゃおう。じゃあちょっと無理して寄り道しちゃいましたけれども、ここを開けるととある武器が、はい、来ました。映画の体験、アルトリウスの体験ですね。はい、まあ、デザイン的にはなんだろうな、無印の深淵の体験なのかな。うん、まあ、少なくとも普通のなんやけアルトリウスの体験ではないやな。あ、まあ、だいぶ喋れちゃってますけど、今回のね、これ結構面白くて、ほれ、こいつがですね、左利きっていうかね、あの武器ってほれ、あの右と左で持てるじゃないですか。あの左で持つと攻撃力が上がるっていう、そういうやつなんですよ。ただまあちょっと持てないので、じゃあ次のステップに進みましょう。次のステップがこのここに耐熱の鉄条っていうものをぶっ刺すんですが、じゃあそいつをゲットしに行きましょうか。で、ここで魔法小石の指輪プラス3と、まあ一応目的としてはこの下にある場所を開通しに行く感じなんですけど、まあだるいっすよ。かなりだるいっす。で、ここをやろうとすると、後ろからなんか爆殺決めてこようとするので、それを、ほらね。まあ、とりあえずこれでよしと。で、一番の難所がここだね。一番の難所。どうすっかな？ここで、ちょっと、免疫ちょっと使うか。ここでちょっとエンチャントするわ。こいつを突破しないといけないんですよ。まあ無視してもいいんだけど、
まあちょっと危ないので、はい、ほら硬いでしょ。でしかもこいつの何が嫌ってさ、あの溶岩を吐いてくるんですよ。ほらこれでひるませられちゃうんですよね。あっぶね。だからよしもらったと思っても上にふいにういってひるんで、そこにガゴって殺されるっていう、そういうのをやられるんで意外 と厄介っていう。動き自体は単調だから見切るのは難しくはないとはいえ、ここわかるかな、ここにほれ地味に亀裂が入ってるんですよ。これちょっとやるか。あー、いやこれ無理だな。こっちの方が楽だな。ほい、うわっと、あぶね。はい、こんな感じで亀裂が入ってる場所であいつを爆発させるとこんな感じで開けられるんですよ、ここが。で中にカタリナシリーズがちょっと入ってるっていう。で実はここにもう一箇所あって、ここには強化素材が入ってたんだったかな。こいつの AI についてはまあよく分かってないんだけど、なんとなく後ろから小突くような感じでこういう風にやってやると意外とね進行方向に進んでくれたりするんですよ、こういうの。ああ、いけそう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 。いい、ちょっと待って待って、もうちょい、あれ、もうちょっと、もうちょっと、頑張れ、いつもお仕事ご苦労さん、そっちじゃねえ、バカ。あ、そう、いい位置、オッケー、いいぞ、そこだ、よっしゃ、お仕事ご苦労さん。いつもお仕事ご苦労さん。さあ、ボーナスだ、燃えるようなね。というわけで、開通しました。で、こんな感じで、ここも開けられて、なんだったっけここ、あ、竜の骨の化石8個か。まあまあまあ、あの貴重なね強化素材である竜の骨の化石がこれ大量にゲットできるっていう、うん、まあそういうとこですね。どこだっけ、もういいや。でさっきのデカブツを倒してあとはこの先に行かなきゃいけないんですけど、ちょっと体力とかやばいんで一回帰ります。こんな感じでショートカット開けられるので、これで、まあもうずあそこの下通ってこっち側まで来なくても大丈夫っていう、そういう話ですね。じゃあ一回回復しに戻りましょう。さてと、ここがですね、はい、出た、こいつ。このデブ。このデブ。このデブが、まあ、硬いのは、いいや、硬いのはいいんですよ。ちょっとね、厄介な能力が、やるかな？あ、出た。はい。自爆するんですね、こいつ。で、この一個下に落ちると、こんな感じでレイチェルが出てくるっていう。で、このレイチェルが、確か、ちょっと待って。実はここの食材あるじゃないですか、ここ。ここに食材あるじゃん。これに、よいしょ。OKOK、うまいこと火ついたわ。で、この食材が周りに油があるので、こんな感じで、ほら、近くにいるとダメージを受けるんですよ、スリップダメージ。だから、1個食材を灯して、こんな感じで、くるくるって回ってれば、この炎ダメージでレイチェルを倒すことができるっていう、まあちょっとせこい技があるんですよね、こんな感じで。まあ DLC 内のね闇霊なんで、まあまあ体力もあるしそれなりに攻撃力もあったりするので、あとなんか毒かなんか使ってこなかったっけこいつ、今炎エンチャしてるけど。はい、結構厄介なやつではあるので、まあこんな感じでね、ちょっとあの絡めてもね、あの卑怯とは言うまいなっていう、あの卑怯とは言うまいなっていう、そういうのをちょっとやっていって倒すということもできますが、まあこちらも答えてやらねばなるまいてということで。ええダッサこれはダサい。はい、火の中で致命。まああとは起き上がるだけで、うん、多分。ああ、行かない。あ、行かない。ドッカーン。あ、ダメか。さすがにそういう AI は。ドッカーン。まあちょっと、ぐだぐだしましたが、先に進みましょうか。
そうだそうだ、ここにアイテムがあるんだ。そう、光るくさび石が落ちてるんですよ。で、追憶。追、おっと、お前もな、いたね、そういえば。こいつら、誘い頭蓋聞いたかな。まあ、ぶっちゃけてしまうと、もうあとはゴリ押しで、もうデスルーラーしちゃった方が、楽っちゃ楽なんですけど、どうしようかな。こいつら、聞いたっけ？あ、聞かないか。こうやって耐熱の尺寿を取っちゃうと、こいつらが一斉に襲いかかってくるので、はいはいはい。こういう風に、まあ、自爆してる隙に、ちょっと、もうそのまま死んじゃうっていう手もあるんですが、まあいいや、別に。逃げられるから。はい、よっこいしょ。これによって、この黒霧の塔に動力が戻って、はい。まだかな？あ、来た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 。はいはい。これで黒霧の塔全体に動力が行き渡りまして、こういう感じでリフトが動きます。そうすることで、まあ上の階に戻ったりだとか、あとは行けなかった別の階層の、エリアとかに行けたりするっていう、そういうやつっすね。ちなみにさ、ここって、鍵かかってるか。で、ただクリアするだけだったら、もうあとはこのまま下に下っていっちゃえばいいだけなんですけど、先にちょっと寄り道してきていいですか？ちょっと先に寄り道を。これがさっき止まってたエレベーターなんですけど、ここだったかな。あ、鍵かかってら、あれ鍵どこだったっけ。反対側のこっちにあったっけ。はい、ここにもね、はい、さっきと同じようなひび割れがあるでしょ。だからさっきと同じギミックがまた使えるんですが、まあ果たしてお前いいとこ来たな。お前いいとこ来たな。さあ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 、こちらへ。いつもお仕事ご苦労さん。いつもお仕事ご苦労さん。違う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 、そうじゃない、違う、そうじゃないです、違う、そうじゃない。ちゃんと聞こうな。ちゃんと仕事の内容聞こうな、お前。あの誰がそっち持ってけっつった、お前。うん、そうそう、そっちそっち、あ、そうそうそう、そこ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 よ。おいおい、まあいいや。お前、次生まれ変わった時はちゃんとここにいろな。うん、で、ここで全ての大麻の指輪がゲットできる。確かなんか各種状態異常耐性が上がるんじゃなかったっけ、これ。結構いい指輪だった気がするけど。あ、状態異常じゃねえや、属性か。状態異常は抵抗者の方だな。ただまあ、これ手に入ったところで感はあるんだけど。なんだっけ、ここになんかあったんだっけか。溶鉄の鎖、ああ、違う、これ、つか、これか。そっか、追加の溶鉄の鎖だ。そう、最初に手に入った分の溶鉄の鎖だけじゃ足りないんですよ。溶鉄の鎖が。ここだったかな。いや、ここは関係ない気が、ここは確か関係なかった気がする。あー、だよね。ちげえよ。ここは、すすのナドラがいた場所だよ。ここにあるんですが、あいつがいるので、ちょっと難しいね。あそこは、正直、ほっといてもいいんだけれども。まあ、せっかくだし、やっちまいましょう。まあ、ここはちょっと妥協せず、ここは妥協せず、こちらもね、大土で。あ、オッケーオッケー。そんなきつい回復じゃないね。そんなにきつい回復してねえわ。よかった。あ、ひるんだね。オッケー。さすがグレクラ。さすがグレクラ。ここはね、まあ甘えずに。で、ここで光り輝いてて、ここの中にスノナドラがいます。で、あとはお前に妖術のくさびを打つだけと。はい。よくもやりやがったな、この野郎。で、あとは残りは寄り道で、アイテムがあっただけだったかな。くさび石のかけら10個、何かの化石、ブロードソードプラス7。いらねえ。なんで今更こんなところでブロードソードプラス7拾わなきゃいけない。 DLC エリアっていうのはさ、強化済みの武器とかがまあ結構落ちてたりするんだけどさ、なんかどれもこれも、とてつもなくなんでこれっていうものが多いんだよね。なんでこれ強化したのみたいな。使って欲しかったんかな。で、命の指輪プラス3。これが一番いいやん。で、次がちょっと難しくて、はい。あ、いけたわ。よかった。ここをジャンプしなきゃいけないんですよ。いや、ジャンプじゃないか。あれ、ローリングかなんかでもいけたかな。まあいいや。で、ここで順、あれ、これ？あれ、こんなだったっけ？いや、こう。かっこいいんだけど別にいらねって別にいらない。ちょっとごめんなさい、まだ寄り道行けなかった。俺の行きたかった寄り道まだ行けなかったんで、また後にします。レベル上げられ、あ、でもまあ一応上げられなくはないか。
グレクラを片手で扱えるくらいにはちょっと筋力振りたいんだよな。拾ったソウルちょっとここで使うか。いや正直こんなことしなくてもこんなことしなくてもな、かがり火の探求者が23個もあるんでしょ。ここでさ、なんかそのオジェマラソンとかさ、あとはサルバでさ、ミコノママラソンとかやってるや、すぐレベル上がりそうなんだけどな。ちくしょ。でもなんかそれやっちゃうとねって感じはしなくもないからな。あバカ忘れてた。まあ、いや、ちょっとごめんなさい。ちょっと一回レベル上げて、ね。ちょっと一回レベル上げます。一回レベル上げるんだ。レベルは一回上げるんですけど、ちょっとごめんなさい。使いたい武器、そういえば使えるやん。忘れてたわ。ちょっと行ってきま、ちょっと、交換しに行ってきますわ。久しぶり、オイルフェクスさん。あったーあった、そう。これが使いたかったんです。ロイエスの体験。ロイエスの体験、そう。王の子、ラドのソウルで交換できるやつ。これが欲しかったんです。はい。あと、ついでだし、結構優秀な盾である王の盾でももらっておくか。うん。そうだね。王の盾でもちょっともらっておこう。あー、で、あとこれもいいな。ロイエスの盾。デザイン結構好きなんだよね、これ。これももらっておこう。筋力25必要になったよね、確かこれ。だよね。ちょっと重たいんだよね。まあ、重たいんだけれども、ほれ、見てこれ。ほら。いいでしょうこれ。このシンプルにかっこいいやつ、シンプルにかっこいいやつ。ほら、基本的にはまあなんだろうな、普通の体験なんだけれども、なんかクレーマーっぽい普通の体験なんだけど、根元の衣装がすごく凝ってるっていう。これいいでしょう。はい、これがちょっと使いたかったんだけれども、だからじゃあこれを使って黒霧の塔は攻略しようと思ったんだけど、黒霧の塔の攻略が半分終わったったっていうね。ちょっとどうしてくれようかって話なんだけど、まあどうでもいいわ。であとはロイエスの盾が、あーやっぱいいね。そう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 、これがいいんですよ。これのデザインもこいつも結構衣装凝ってんだよね。そう、ダクソ2のいいところってマジでさ、こういう衣装凝ってる装備めちゃめちゃ多いのよね。前手に入れたこの瞳の盾だっけ、なんだっけ、なんだっけ、あ、器の盾だった。器の盾もそうだし、こうあと王の盾ね。まあこれに関してはダクソ3もあるけど、うん、ほらブロソの R2 の申し、ブロソの R2 モーション、両手持ち R2 モーションが確かロイエス体験の両手持ち R1 モーションなんだよね、確か。だよね、一緒だよね、これ。そう、なんか微妙にモーションに、まあ、癖があるって言っていいのかな。まあ、癖があるか、ちょっと普通の体験とは違うっていう。で、ロイエスの体験強化、最終強化終わるとこんな感じで技量補正 S かかるんで、一応流血の体験みたいな感じで技量系になるんだよね。その代わり、攻撃力とかに関してはまあ流血の体験に劣ってるかな。うん、これこんな感じで基礎火力もね、一応ロイエス体験の方が低いし、あとカウンター攻撃力だよね。流血の体験、圧巻のカウンター攻撃力140だからね。ロイエスの体験は110っていう。うん、その代わりロイエス騎士 の体験はまあこんな感じで長いんだよね。これめちゃめちゃリーチがあるっていう。流血の体験これね。流血の体験これで、ロイエス騎士の体験これだから、ね、これ、めちゃめちゃ長いでしょ。これ、ロイエス騎士の体験はこれ、あの上のさ、ダメージバーに届いてんだよ、これ。めっちゃ長いのよ、これ。よし、じゃあ、新しい武器を携えて、次のエリアへと。マジで覚えてねえ。ここはなんかあったっけか、爆破ギミック。ここはなんだっけ、そう、大量のこいつが出てくるんですよ。強化素材だったかな、なんか、くさび石の塊がなんか結構あった気がするけど。で、あと確か2体くらい出てきたはず、あのデカブツ。やっぱりな。やっぱりやった、くさび石の塊。一応、鍵とかあったよな、鍵。これだっけ、あ、あったあった、塔の鍵、これだ。で、炭松5個。いらねえだろ、ここで炭松とか。いるのか。あ、でもあれか、あれ燃やせたっけ。え、あれ、そんなダメージ食らってた、これ。じゃあ、もういいや。全部回、もう適当に全部回収で、もう。めんどくせえから。で、拾った塔の鍵で、まずここが開けられると。ここなんだったっけ、
これはただ単純に先進むだけか。あ、ちげえや。これ取れるんだ。あ、あったあった。そうだそうだ。このエレベーターだ、このエレベーター。ここも確かうまいこと、ジャンプとかを駆使すれば、なんかいけた気がするけど、ショートカットで。まあでももうエレベーター動いちゃってるからできねえか。え、あ、ここか！あ、そうそうそう。俺が行きたかった寄り道。ここだ、ここ、ここ。よかった、たどり着けたわ。じゃあ、もうここやっちゃうか、先。先にここやるか。さて、久しぶりのこっち側のチャレンジエリアが、いけるかな？ここね、ルートが2つあって、このレバーを引いて、向こう側に行くルートと、まあ、左からぐるっと回っていくルートがあるんですよ。で、最短ルートはこの真ん中。ただし、このレバーを引いて、時間制限以内に、あそこに行かなきゃいけないですよ。で、こうやって敵が出てくるんですよ。なので、まあ、どっちのルートがいい？っていう感じなんですよ。こんな感じで。ここなんかあったかな？あ、あった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 。いや、いらねえな。台掛け7個か。あ、そうだそうだ。一回下ろすと引けなくなっちゃうんだ。そうだった。忘れてたわ。まあ、だからこれでもう、向こう側のルートは使えなくなった。だから左から回っていくしかないって感じだね。オッケーオッケー。じゃあいいや、このまま行こうじゃん。ほらね、なんか、変なのがいるでしょ、変なのが。ここは変なのがいるんすよ。まあ、道中ちょっと欲しいアイテムとかもないんで、なるだけ、ささっと行っちゃいましょう。もう。あ、来た。そう、こいつね、降りてくるんだよね。この、なんだっけ、先制術師だっけ、この、なんか趣味の悪い服着てるやつ。もう、覚えてないけど。まあ、いや、とりあえず、あとはもうこの辺で弓からずーっと、弓でバババババって撃ってちゃいましょう、こいつは。うわ、来た。上のやつらが残ってるとこうやって来るんだよね、実は。これが厄介なんですよ、意外と。撃たれたか。あいつは奇跡とかをね、連発してくる嫌なやつなんで。撃てねえ。うん、ちょっとスタミナが足りんか。うわっ、そうだった、忘れてた。車線が通ってねえんだ、ここ。違う、車線が通ってんだ、ここは。なんかな、ちょっとごめんなさいね。ダメージがでけえな。なんかいつものダメ感と違うわ。なんだ、え、何今の。なんかおかしいと思ったら、あいつ直角に曲がってんのかい。あいつの奇跡。そんほら、なんか直角に曲がってない、あれ。ククッってなんかドリフトみたいになってる。え、しかも、え、ほら、何あれ。あんな曲がり方したっけ、あいつ。オッケー、来てくれた。ふう、やれやれ。さて、あとは、向こう側に、そう、あのデカブツがいるから、あいつだけだね、なんとか。オッケー。ちょっと贅沢にエンチャントも使いましたが、下流石落とした。さて、とりあえずここまで来ちゃえば、あとはボス戦ですね。で、ちょっとごめんなさいね、このボスもまあまあきついボスなんで、ちょっと準備しますね。はい、というわけで、準備が整いましたよと。まず今回肝となるのが指輪ですね。魔法小石の指輪プラス3と、全ての大魔の指輪プラス1。この魔法小石の指輪っていうのは、魔法防御力を高めてくれる指輪の中でも最高クラスのもので、さらに全ての大魔の指はプラス1。これは魔法、炎、雷、闇っていう、まあ、属性攻撃全ての防御力を高めてくる指輪ですね。はい。で、さらに、これ、小さな青い実。あ、やべやべ。これがですね、一時的に魔法防御力を高めてくれる特殊な木の実になってます。まあ、見てもらえば分かる通り、ちょっと魔法防御力を高める指輪にしてます。この先にいる敵が、
物理攻撃が強いのと魔法攻撃が強いっていう、まあ、2つがあるんですよ。で、物理攻撃力に関してはちょっとどうしようもないんですが、魔法防御力に関してはこの3つを駆使することでかなり抑えられるはずなんですよ、うん、確か、まあ、見てもらえば分かる通りかなり魔法防御力を高めています。はい、この先にいる敵かなり魔法攻撃力がきつい敵が出てくるんで、はい、ただこの3つを駆使することによってかなり防御力を抑えられるはずなんですよ。本当だったら大魔法防護とかをね使ったり併用したりするともっと安定するんだけども、まあ残念ながら使えないので、捨て的にね、使えないのでこの3つでとりあえず妥協で、あとは、エリザベスの飛躍、意外とねスリップダメージが結構きつい敵なんで、このエリザベスの飛躍を飲むことによってスリップダメージを相殺する。でさらに古びた綺麗石、これで、体力回復をしっかりしていってリジェネでスリップダメージを抑えるっていう、そういう方式でやります。はい、であとはまあエストビンと黄金松槍で、じゃあ行きましょうか。もう前工場はもういいや。じゃあもうしっかりやっていくんで、ここはね光柱使って、 OK、 じゃあ行きましょうか。松屋につけてねえじゃねえかバーガー。はい、来ました溶鉄デーモン。ただし、ストーリー中に出てきた黒霧の塔にいたやつとは比べ物にならないくらい火力とかが上がってます。でモーションなんですけど、溶鉄城にいたやつよりもディレイが結構きつめです。はい、あ、来た、いってバカ、そうだった忘れてた。よし、じゃあここでエリザベスの飛躍を飲みます。ここでいってエリザベスの飛躍を飲んで、さらに OK で、ここで魔法 の小さな青い木の実を飲んで、よし、これであとは戦っていくだけ。完全なバフがかかった。はい、このロイエス騎士の剣いいな。あ、これ来るかな。あ、やっぱり来たね、アサルトアーマー。溶鉄城にいたやつよりもかなりディレイがきついのと、あとさらに待って、こいつ確か来なかったっけ。あ、来ねえわ。はい、来ました、これが魔法攻撃になりました。ここでさっきまでエンチャントしてなかった時っていうのは物理攻撃だったんですよ。だからここからは魔法攻撃になるんで、この魔法攻撃力が結構バカにならないんですよ。はい、なので今ね魔法防御力をかなり高めてるんで、はい、はい、これでアサルトアーマーは回避、魔法防御力を高めてるんで、これで万が一食らっても結構ダメージを抑えられるはずで、溶鉄城にいたやつと同じようにこのスリップダメージが結構きつめなので、エリザベスの飛躍とかを使って、なんかデレコードめっちゃしてない、エリザベスの飛躍とかを使ってしっかりリジェネ力を高めてスリップダメージを相殺していくっていう。で俺はエンチャントが切れた、ほら、ほら結構ディレイきついでしょ。そう、これがあるんですよ、このディレイがきついので。だから赤い方の溶鉄デーモン、要は溶鉄城にいた溶鉄デーモンに慣れちゃってる方が結構きつかったりする、うん、タイミングをすごい意図的にずらしてくるんで、ほらほらね。で俺なんかはもう溶鉄デーモンあっち側に結構慣れちゃってるので、結構このディレイに対応できてないっていう、うん、ただしエリザベスの飛躍でなんとか、あぶね、おい、でかけてこなかったと思ったらこういうことしてくるんですよ。いって、今の当たるか、クソ、エンチャントしたいな。でも欲張って、オッケー、なんとかなった。いや欲張って正解だった。エリザベス2個使っちゃったか、まあいいだろう、こいつはそれだけの価値がある。いやー相変わらずとんでもねえやつだなこいつ。やってみると分かるんだけど、本当にマジでディレイの対応がきついです、あいつは。本当マジで溶鉄デーモンのねからの動きがね体に染み付いちゃってたりするとマジで手癖で押しちゃうんすよ、回避とかを。でディレイで狩られちゃうっていう。ま、何にせよね、ちゃんとクリアできました。で、チャレンジエリアこれで、攻略完了ですね。で、ご褒美はファロスの仮面と。ファロース。ずーっと泣き続けるっていう。まあ、要するにこれで、ね、水濡れ状態にずっとなるっていうね。うん。水濡れ状態。だからこれで一応炎耐性が上がってるっていう話なんだよね。うん。ま、気持ち悪いんで、つけないですけど。OK、筋力25。あと1個だっけ？あ、OK。これで届いたね。よっしゃ、これで一応片手運用はできる。まあ、使うことはないと思うけどね。おっしゃ、じゃああとは最下層に行って、ここの黒霧の塔のボス倒しちゃえば OK だね。一応ここやる？ここ、そういえば戻ってきたけど、ここが、まあ、鬼門だよね。
一応見てもらえば分かる通り、すすのナドラのあれがあるんですよ。でしかも呪いバージョン、呪いバージョンがあるっていう。やるか。どこだったっけ。やっか。あ、これだ。オッケー、ドアが開けられた。あー、オッケーオッケー、パッと割とスムーズにいけたわ。でまああとはね、ちょっと一回ここで殺されてデスルーラーして戻ってくればよしと。消えないよな。うん、やっぱり消えなかったね。ただナドラのソウルいるか。大掛け5個。ぶっちゃけナドラのソウル集めてもしょうがないんだよな。あのもうどうせこれで終わりだし、特に欲しいものもないしな。カジャ古びた切れ石3個、これはでかい。一応ここ行くか。行かね、行けなかった。だからリーチ長いおかげでだいぶ戦いやすくはある。ちなみにさ、今そこにひび入ってる床あるでしょ。ここ行くとね、一気に下まで行けます。はい、あの下まで行った後に行きます。はいはい、あの下まで行ったら行きます。よし、オッケー。はい、行けますって言ったのはこういうことです。はい、行けます。グレクラにしとくか。こいつ炭松効く？多分効かねえと思うけど。はい、フライドチキン、ホットペッパー系の、ホットペッパー系の、のチキン。はい、はい。なぜか謎にちょっと浮いてるやつ。はい。なぜか、ね、なぜか。理由は知らないです。なんか謎に浮いてる。はい。で、これで一応、最下層の、はい、ボスエリアまで行けます。あそこにもうボスエリアありますね。ただ、ちょっと向こう側まで行って、まずはね、まずは、かがり火を灯させていただきます。ここも結構危ないんで、ね、ほら、ほらほらほら、デカブツ出てくるんですよ、ここ。で、しかも地響きのせいで走れなくなるっていうね、一時的に。危ない。まあ、ただ、かがり火をつけてしまえば、我らの勝ちなので、はい。あの我らはかがり火がつけさえすれば、勝ちなので、相手がいかな戦力を持っていようと。はい、勝った。ここにはね、すすのナドラが4体あるんすけど、大丈夫かな？まあここにはね、すすのナドラが4体いて、で、なんだっけな、さっきの溶鉄のやつ、あれをさっき補充したと思うんだけど、補充してないと多分ここら辺で足りなくなることが結構あるんだよね。割とまめに全部解除してたりすると。あ、これ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 、はい、残り3本ね。はい。一応このすすの中にも結構くさびしの塊とか、なかなかでかくていいものが入ってるんですよ。まあとりあえずこの周りにあるすすのナドラ全部破壊しちゃいましょう。なんだかんだ俺、すすのナドラ結構真面目にやってたな。で、3体目。で、後ろにまた1匹出てくるかな多分。ここにもあのデカブツは確か3体か4体いた気がするんだけど、もう1匹いたよな。あれ？まあ、いっか。まあ、たぶんちょっとそこら辺のアイテムとか回収してるうちに多分出てくると思う。はい、これでとりあえずこのエリアのすすのナドラ4体は全滅だね。はい。まあ、やっぱり途中で回収してないと足りなくなるよね。もう使い切っちゃってるからね、あれ、溶鉄のくさびは。あ、これだ、勇敢な勇者のソウル。さーて、まあここもかなりきついボスなので、しっかりとした準備をしていきましょう。まあ古びたキレイシと、まあエリザベスもしっかり使って、まあ、このくらいでいいかな、とりあえず。なんか特殊なことやってくるやつではないので、あ、あとはやるか、メガ宿？あ、まあ、メガ宿、刺しとくか、メガ宿。一応、最大、全回復用に。はい。まあ、こんなもんでいいかな、とりあえず。一応、すぐ、入ってすぐにボス戦が始まるわけではないので、甲虫使ったりするのは、入ってからで。はい。なかなか、物々しい雰囲気が出ておられますが。いやー楽しみだな。いや、多分ね、ダークソウル2やってる中で、屈指の人気ボスじゃない？多分。うん。その、デザイン的にも、スタイル的な意味でも、かなり人気の上位に入ってくる。っていうか、この DLC エリア2自体がね、まあなんか、人気の上位に入ってるみたいな感じだし。はい、来ました。
あのすみません、リスキルさせていただきます。はい、これで削れます。きた。はい、煙の騎士、その名をレイム。かつてベルスタッドと共に、王のなんだっけ、王の盾だっけ、王の盾として名を馳せた。しかし、なんだっけ、裏切なんだっけ、裏切ったかなんかして、裏切ったか何かをして、あれベルだっけ、ベルスタッド、そしてバンクラットと袖を分かったと。で、袖を分かった際に、確かベルスタッドに敗れたっていうね。ただどう考えてもベルスタッドに強いんだよなこいつこいつ、ちょっと、はい、はい。ちなみになんですけど、確か設定だと、ベルスタッドが、あ、やべ、メガシク使っちゃった、間違えた、こいつ、アイテム狩りが結構きついんだよね。あ、もう、あ、もうエンチャントした、あ、早え、あれ、そんなダメージ当たってたか。待って、エリザベス使ってる暇ねえな、こいつ、こんなに使ってる暇なかったっけ。まあいいや、エリザベス、OK、飲めた。ちなみにさ、はい、見ての通り、めっちゃなんか、物々しいというか、煙の特大剣使ってるっていうね、あの、まあ、ダクソ3とかでもおなじみの、あの、超筋力型の特大剣ね、これを使ってるんで、一応、パワー系ではあるんだけど、あの、もともと元来のレイムは技量戦士だったはず、確か。だから、最初のやつでは直剣持ってたでしょ。危ない危ない危ない。最初のやつでは直剣を持ってたと。やべえな、レイムのね、こう、うまい立ち回りみたいなのもあったんだけどね、もう忘れちゃったね。ああ、この剣の向きとかがさ、一定だから、ああ、なんかすごいうまい避け方というか、立ち回りがあった気がするんだけど、もうなんかダメだわ。フレーム回避に頼るしかないけど終わり。眠れ、レイム。黒霧の塔の底にある疲労を守る煙の騎士のソウル。かつてレイムとして名を馳せた騎士はこの地に下り、ススの花嫁を愛慕した。この騎士が持つ特別、あ、まあ、これはどういう意味だ。はい。ベルスタッドに敗れてね、バンクラットの元を去った後、ここにレイムはやってきて、ナドラを、まあ、愛したっていう。ナドラを愛したのか、ナドラに愛されたのか、どっちだったか忘れたけどね。で、これがススの花嫁ですね。鉄の甲の冠。はい。冠のデザインどんな感じだったっけ。なんで俺こいつ のやつ全然覚えてないんだ。あ、そうだそう、こんな感じだ。はい。俺あんまデザイン好きじゃないあんまデザイン好きじゃない。で、最初のやつもあんま好きじゃない。やっぱね、やっぱ白鵬の冠が一番いいよこれこれが一番いいよ。うん。あ、でも男がつけるんだったら、男つけるんだったらこれかな。うん。あの、深い底の王の冠はこれはないわ。うん。これはこれだけは絶対ない。うん、間違いない。で、とりあえず、煙の騎士レイムは討伐しておりました。で、ここまで順当にナドラ、すすのナドラの像を全部ぶっ壊してると、ここで11個集まってるんですね。はい、見てのと。あれ？あれ？ちょっと待って。10個しかねえ。あれ？俺どっか1個忘れた？あれ、でも、溶鉄のくさびは全部使い切ってんだよな。ちょっと待って、溶鉄のくさびが、とりあえず黒霧の塔で10本手に入るんですよ。で、10個破壊して、ナドラのソウルがそこで10個。で、煙の騎士レイムを倒したときに1個手に入って、計11個手に入るはずなんですよ、ここまでで。あれ？俺、どっか、取り逃した？俺、多分さ、どっかでさ、ぶっ壊した後、取ってないんじゃないの？どっか。俺、待って、どこで取り逃したよ。いやー、ポカやらかしたな。いやー、これ、ここまで来たんだったら、ちゃんと全部集めよう。ちゃんと全部。うん。ちゃんと全部。いや、さっきも言ったけど、いらねえけどな。いやー、筋力とか振ってもしょうがないから、もういいや、生命力振っとこう。あ、そうだ。上戻ってきたし、ついでにあれ取っちゃうか。リフトが動くとですね、あの、まあ、ここら辺でほれ、動くじゃないですか。で、向こう側に行けるんですよ。向こう側に。OK。で、ここ行くと、なんだっけ、技の指輪じゃないな。技の指輪じゃない。強調の指輪なんだっけ、これ。盾ゲージのスタミナ減少を抑える。ああ、あ、いらねえよ。ちょっと待って、一応さ、上来たから、ここ行っちゃうか。これ、行けなかった場所。はい、さまよう者たち。はい、プレデターが出てきますね。プレデターが出てくるんですけど、ちょっと無視で。はい。こいつらは、まあ、群れで襲ってくる。いやー、マジか。で、スポーンポイントにいるとあんな感じになるんだ。あー、光り輝いてますね。はい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 。とりあえず、ここつけさせてくれ。ここ。はい。
とりあえずここつけさせてもらって、はい、であとはこいつら、こいつらってさ回復するっけ。あ、そっか、ここにあるのか。いやいやいや、お前何発打ってくるの。え、全員弓マンになってる、そんなことある。いやいやいや、待って待って、全員弓マンはちょっと聞いてない。一応いやー、ダメか。てかこいつらに負けたの久しぶりなんだけど、サマヨマたち。こいつらね、意外とそんな強くないんだよね。てかあれなんだよね、俺いつもここでやるときさ、あの先にここ来るから余ってんだよね、溶鉄のくさびが。ちょっと日和すぎたね、思い切りが足りなかった。あとまさかあの全員なんか今回弓マン多くない。なんかいつもそんな弓マンだらけになんないんだけど。はい、ドヤエースと。弓の精度もそんなによくないからね、こいつら。あー、なるほど。あ、分かった分かった分かった、そっか。ちょっとね、このモーションに慣れてない、やっぱり。あったあったあったわ、丸泥のところだ。そっか、そういえばここ急がなきゃっつって駆け抜けてたな俺。じゃあ、すすのなどのソウル、無事11個集まりました。運よ曲折ありましたけれどね、取り逃しとかいうわけのわかんないことしましたけれども、集まりましたんで、じゃあ最後のボス、行きましょうか。黒霧の塔、チャレンジエリアその2。これですね。これ、後ろで物々しい雰囲気を保っている鎧と、長巻きがありますけれども。はい。じゃあ、行きましょうか。ちなみに、葵さんは、ダークソウル全シリーズの全てのボス、登場人物含めてこいつが一番エモいなと思ってます。はい、エモいと思ってます。好きではないです、エモい。いや、好きなんだけど、一番好きなのはジークバルドさんなんで、はい、俺が一番好きなダクソのキャラクターはジークバルドさんなんで、こいつが一番 の好きではないんだけれども、一番エモいなと思ってるボスです。行きましょう。あ、ちょっと待って、ここのボスはね、ボスっていうか道中、チャレンジエリアの道中はグレクラがあると非常に安定する。というわけで行きましょう。あ、ちょっと待って。このムービーが終わってからですよ、よかった。不格好すぎるな、グレクラ、この格好だと。はい。まあ、見ての通りなんですけど、これ、記憶の世界に行くんですよ、チャレンジエリア。はい、来ました。鉄の甲王の記憶ですね。まあ、要するに、溶鉄城のボスの記憶ですね。はい、かつての溶鉄城のボスの記憶。さあ、それを記憶を暴いていきましょう。記憶の世界になんかとどまりすることはできないと合ってるんですけど、かなり時間制限に余裕があるっぽくて、なんだろう、すげえのんびりやっても時間切れになるってことはほぼないんで、まあ、焦らずにゆっくりやっていきましょう。で、ここはね、ほれ、懐かしのアーロン騎士が出てくるんですよ。で、こいつは、はい、ある程度レベル上げてきゃグレクラで一撃で倒せるんで、はい、一周目は。うん。俺、ここのエリア、カンストやったことあるんだけど、マジで地獄だからね、カンスト。うん。ほぼほぼ全部即死攻撃が飛んでくると見ていい。はい。で、こんな感じで、一気にバーって進んでいっちゃったりすると、このアーロン騎士たちが一斉に襲いかかってきて、一斉にぐちゃっとやるぞっていう風にやってくるんで、こんな感じで、一定数進んだら止まって、迎え撃つっていう、そういう風な方式がいい。で、ここにも一匹いるので、はい、よいしょ。で、油断してたりすると向こう側にいる炎のトカゲにまた焼き尽くされるってね。こいつはまあ動かないんで、車線に入らなければ大丈夫。はい、こんな感じでちゃんと車線切ってあげれば、まあ、たまに当たるんだけどね。あ、で、次は大体この辺りで待機すると、まあまずこいつね、まずこいつで、こいつね、グレグラで叩き潰す。はい、オッケー。まあこいつらが落とすものはいらないんで、はい。で、あとはここで待つと。そうすると向こう側からやってくるんで、こいつも叩き潰す。はい。役だな、一周目。で、ここにアーロン騎士長がいるんで、まあ、こっち側に釣り寄せて倒しちゃった方がいいかな。ちなみに、このアーロン騎士長が、カンストだと、ほぼほぼワンパンみたいなことしてくるっていうね。居合切りで。はい。とんでもねえやつで、ほんと。じゃ、あとはここだね。この、火のトカゲを、買ってし、いやー、やらけー。やらけー、一周目。
こんな柔らけえのかよ、1周目は。で、そうするとこの下に行けるんで、ここで第地下2階、地下1階か。地下1階っすね。で、ここはね、弓エリア。はい。またこうやって来るんだけれども、向こうから弓を撃ってくるので、ちょっと下がって、まず向かい撃つ。いて。そうするとまたもう一匹来るので、こいつを向かい撃つ。はい。いやー、楽々。一撃で倒せるんだったらわけないよ。カンストだったりすると、2撃、3撃必要になってくるからね。うん。ただ、叩き潰せるので、はい。こう、叩き潰せるんですよ。この、グレクラの R2 で。両手持ち R2 で、叩き、潰せるので、まあ、潰すことではめ殺しみたいなのはできるんだけれども、まあ、ちょっと見せるとね、はい。あ、これカンストだったら死んでます。これ、今のカンストだったらもう即死です。はい。1周目だから、全然助かってる。余裕。で、これが修理の興奮で、向こう側にあるのが確か古びた綺麗石。やべ、あ、これ当たるわ。よーし、綺麗石5個。いって。あ、ちなみにね、入り口で白霊呼べるんで、白霊 NPC 呼べるんで、そいつらをおとりにして一気に駆け抜けちゃうっていうのもありだと思います。はい、一応ね、一応。あ、まあ、そんなことしないけどね。さて、聞こえるかな？ここだけはちょっと俺の声 が聞こえなくなったとしても音声上げさせてください。音量上げさせてください。ここに関しては聞こえるかな、このカチャカチャ音。これね、鎧だか剣だかがガシャガシャやってるやつですね。はい、じゃあここはこれでいきましょう。はい、武器はもうぶっちゃけ何でもいい、ぶっちゃけ何でもいいです。はい、ただ俺はこれでいく。俺が一番好きな格好で。俺が一番好きな格好で。まあ、一番好きな武器はこれだけど。まあ、これはいいや。まあ、一番好きな格好でやらせていただきます。まあ、こいつに関してはね、まあ、特に何もないよ。準備とかは。準備とか特に何もないと思う。せいぜい言えばエンチャントすればいいかなぐらいかな。使おう。うん。で、エンチャントして、はい、 HUD はなしでいきましょう。はい、俺の体力も敵の体力も出ません。はい、騎士アーロン、あー早速食らってもうた。いやいやいや、いい、俺はこいつにこれで負けたとしても俺はいい。こいつはね、はい、わかる、これ見た目完全になんか侍とモンゴルの兵士のなんか合体みたいなことしてるくせに、武器長巻きっていう、なのにかかわらず騎士アーロンなんです、こいつ。はい、おおよそ騎士とは呼べない、その見た目をしてるにもかかわらず騎士です。ちなみにこいつに関しては、一応エコリーマーなんかちょっとこういう立ち回りをしたいからやってるけど、こいつの立ち回り方法としては後ろに下がる、後ろ、はい、横とかに抜けたりするとこうダマージ食らうんで、はい、後ろに下がる。多分これで今俺瀕死、あと1回取れたら終わり。いや、俺サビ引くまでは戦闘長引かず、引っかかったな、これで瀕死かな俺は。来たぞ来たぞ、サビ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 までサビまで、ここが最高だから、ここが最高だから、サビ。ここの盛り上がりよ、最高、マジで最高。もうダクソ2で一番好き、もうダクソ2で一番好き、あんた。待って興奮してる、死んじゃう。あと体力どのぐらいあるかな、結構削れてない、あとどのぐらいあるんだろう体力。でも俺はこれで負けても悔いはないぞ。もう一回やりゃいいんだから、もう一回やりゃいいんだから、なんだったらもう一回 BGM 聴けるわ。やべえ、失敗した、失敗したぞ。なんだ、ここは一撃。オッケー。
で、ちなみにあのこいつは見てもらえば分かると思うけどスピードファイターなんですよ。さっきの煙の騎士レイムが彼女パワーファイターでしょ。あ、死んじゃった。これパワーファイターだったでしょ。で、一方でこいつはめちゃめちゃスピードファイターなので、まあこんな感じであのスピードに翻弄されずに立ち回っていこうねっていう。ただあのさっきも言った通り基本的にあの後ろに下がる、あのモーションとしてはムーブとしては後ろの方に下がるっていうムーブをすれば、まあ、基本的には安全に立ち回れる。ちょっと今俺はあの楽しみたかったんで楽しみなかったんであえてこんなまどろっこしいことやってましたけどあ、やっぱムービーこれがいいな。あ、エンチャントとかさ、あのそんなもんいらない、いらねえわ。あ、そんなもんいらんわ。あ、これでいい。これでこれでガチる俺は。さあ行こうぜ、もう一発、もう一戦やろうぜ。いい、お前とは何回やってもいいもん。あ、お前とは何回戦ってもいいもん。全然511か、そんな食らってなかったでしょ。はい、これね、さあれ後ろに下がる。で、必ずあのヒットアンドウェイで一発だけ入れるっていう、敵が攻撃したあのモーションしましたの時に一発入れる、これが鉄則。慣れてる人だったりするともうロックオンしないでローリングをしないっていう。あ、引っかかした。あ、いいや、やめよう。ノーダメの演出見せようかと思ったんだけど、それはもう動画に出してるんですよ、はい、こいつに関しては。こいつに関してはもう出してるんで動画を、はい、だからいいや。今はちょっと切り合いを楽しませてください。こいつには逆にノーダメで勝ちたくないまである。いやカウンターで入ったら426か、全然入ってねえな。まあさっきはエンチャントしてたから、私防虫あったからもうちょっと入ってたとは思うから、本当に意外と入らないよ。ほらね、ちなみにほら後ろ下がると当たれる。だからまあ本当に人によってはロックオンしないで歩いて避けるみたいなことやってる人もいる。本当に上手い人は、俺はそんなに上手くないの。まあこういうちょっとなんか素人のドアンテームーブを取らせていただいてますけど、あともっと言ってしまうとちょっと体験、このモーションの体験はあんまりよろしくないかもしれない。おっと久しぶりにやってきたな、それ。あの騎士アーロンの一番強いじゃねえかと俺が思ってる、あの超高速叩きつけ、あれ久しぶりにやってきたな。回復しねえぞ、お前相手には回復しないぞ絶対に。え、どん、いや、もうエストビア8体で割った、邪魔だ。あ、ひるんだ、来た。スタミナが足りない。まあ一回退治しよう。おっと壁が、あ、やっぱサビいいわやっぱサビがええわ、ほんま。おっと達人の間合い、おら、なんと熱い、最高じゃないかお前。まさかこんな最後の最後にこんなことをやってくれるとは。終わってもうた、終わってもうた。やっぱ久しぶりにやるとこいつ楽しいわ、ほんま、ほんと楽しい。はあ、いや俺回復しない、俺はこの記憶を抜けるまで回復しないぞ。で、これが一応鉄の皇の玉座っていうことなのかな、一応。だからまあ、皇后の記憶っていうのは要するにここで座ってアーロンの戦いを見てたっていう話なんだよね、多分。うん、まあ いや、とりあえずちょっとこいつ調べてと。溶鉄のくさびが1個あります。はい、この1個を取ったら、はい、記憶の世界から返されます。アーロンのソウル、かつて鉄の皇后に仕えた騎士アーロンのソウル、東の地から来たアーロンは王が最も信用したものだったという。はい、まあ、鉄の皇后は皇后自体はぶっちゃけ大したことないんですよ、鉄の皇后自体は。ただ人を見る目だけはすごいあって、まあ言ってしまえば進化に恵まれたタイプ の王様だったんだろうね。で、その恵まれた人材の一人だったのが、まあ、アーロン。で、この騎士アーロン何がエモいかっていうと、さっき言った通り、アーロンって見た目全
然騎士っぽくないじゃないですか、あいつ。全然なんかどっちかっていうと侍みたいなことしてんじゃん、こういうなんかこんな鎧着てて仲間着持ってて、はい。でも騎士なんですよあいつって、はい。でこいつ英語表記になると、騎士アーロンなんていう表記になると思います？ライトアーロンじゃないんですよ、サーアーロンなんですよ、サーなんですよ、サー、はい。例えばダクソ1のアルトリウスなんかはナイトアルトリウスなんですよ、英語版だと。でダクソ3のゲール G なんて対するとスレイブナイトゲールなんですよ、はい。でもアーロンだけはナイトじゃないんですよ、サーなんですよ、サー、称号で呼ばれてるんですよ。そうだからあんな見た目をしてて全く騎士っぽくないんだけど、もう、間違いなく、わかり間違いなく鉄の王から騎士叙勲を受けて、あんな見た目なのに騎士になったっていう、クソエモいでしょ。英語表記でサーってなってるのがこのアーロンのめちゃめちゃエモいところ。マジでこれ以上のエモさは俺は他のソウルシリーズで味わったことはない、マジで言って、マジで、はい、本当に。東の地から来たアーロンは王が最も信用したものだったという、だからもう現地民じゃないんだよアーロンって。あれ外国から来たと、どっかから来たと、まあ、流れ物だったと、流れて鉄の王国にやってきたと。でそのやってきて王国にやってきました。でそこで王に実力を認められて外国人だったにもかかわらず騎士叙勲を受けた、最高、エモすぎ、はい、終わり。あここまでもう話が長くなって終わんねえよ。ダクソ2ってさ、まあ、ソウルシーズンの中じゃあんま評判かんばしくないかもしんねえんだけど、まあ、これがあるせいでさ、これとかさ、まあ、あとはねこういうユニークなね武器とか大量にあったりするからさ、このロイエスの体験とかさ、こういうのがあるせいでね、マジ俺ダクソ2すげえ好きなんだよね本当に。なんかソウルシリーズで唯一嫌いみたいな人もいたりするけど、じゃあ、最後のね、ナドラ最後の、さっき手に入ったでしょ、あのこれヨゼの鎖、これが最後の1本だね。この最後の1本で残ってる1匹をぶっ刺すと、これでスノナドラがのソウルが集まるんですね。だからまあスノナドラのソウルをコンプするためには実はストーリーモードをちょっと進めてなきゃいけないっていうので、これでナドラのソウルが12個になりましたと。はい、来ました、スノナドラのソウル、はい、12個集まると1対のソウルになって、こうしてこうなるっていうね、はい。ナドラの残、あ、待って、ナドラの残滓は消え去り、真のナドラのソウルがどうのこうの、はい、うんぬんかんだ、この後ドメイは。進のナドラのソウル、体を捨て黒霧の塔をさまようナドラのソウル、進の穴嫁は煙として舞いながら侵入者を迎え入れ、いつしかそこは黒霧の塔と呼ばれた。そしてその、で、その、まあ、煙というかね、まあ、それに見入られたのがさっきのレイム、煙の騎士だったっていう、そういう話だね、はい。一応これでダークソウル2、DLC エリアも全部終わったので、じゃあ、これで一応もう終わりにしましょう。もう何年前、1年とか2年前くらいかな、あのダークソウ2のストーリーを攻略して DLC をおざなぎにしてやってたっていうの、はい。なんか暇になったらやろうかなと思ってちょくちょくやってて、今まで先延ばしにしてましたが、これでダークソウ2も一応終わりだね。ああ、またいずれなんか機会があったら別の形でちょっと投資でやりたいなと思うんだけど、とりあえず、まあ、今回はここまでということで、はい。というわけでじゃあダークソウ2これで終わりですね。まだ倒してないボスとかいっぱいいるからさ、まあ気が向いたらね、うん、気が向いたら、あの残ってるボスとかって結構だるいやつらが多いんで、はい、まあ、気が向いたらって感じですかね。というわけでじゃあ今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。